じゃあ皆さんこんにちは。こんにちは。株式会社クローバー出版小川彩志です。今日はですね、皆さんにご紹介したい方が、いらっしゃいます。著者スパイラルアドバイザーと、私が著者になる事業講師、そして、編集者を、されている、城村文子さんに、お越しいただきました。城村さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。さあ、今日のですね、テーマといいますか、なぜ城村さんをお呼びしたかというと、私がこう外の業界から出版業界に入って、早2年ほど経つわけなんですけども、やっぱりこの出版をしたい、そして著者になって、たくさんの人に本を知ってもらいたいと思いながら、やはりそれがなかなかうまくいかない現実っていうのにですね、なかなかやる気をなくしてしまったり、一回本を出したけど望む未来が手に入れられなかったりという方ってすごく多いんだなっていうのを、そうですね、私自身ももちろん本をして、すごく感じたんですけどね、そこに対して、私の中では城村さんとお会いして、すごくインスパイアというか、多くの気づきがあったわけなんですね。で、何かというと、今まで自分たちが聞いてきた出版の、例えば常識であったり、知識、ノウハウ、いろんなものが、実は違うことも結構あるんだ。そしてそれが、おそらくこれを見ていただいている皆さんにとっても当てはまる。だとしたら、本当のこと、他が嘘だということではないんですけども、より皆さんのお役に立てる情報っていうのを伝えたいということで、今日は忙しい中、来ていただいたわけなんですけど、よろしく。はい、よろしくお願いします。はい、さあ、ということでですね、今お話しした通り、城村さんが、もともと角川フォレスタを立ち上げて、あの角川フォレスタを立ち上げて編集長をされて、つまり出版社側の人間を、立場を経験して、そして今は著者さんと一緒に、企画を作ったりする編集の立場、この両方を経験されて、やはり気づいたことすごくあるということで、その中で、明らかに皆さんが、例えば勘違いをしたり、間違った情報で誤解をしていることがある、これをですね、もし3つほど大きく分けてポイントだけを言うと、どんなことがあるでしょうか。そうですね、私も出版社に勤めている時には出版社の価値観でしかどうしても話ができなかった、ところがあるんですけど、外に出るということによって、複数の出版社と付き合うことによって、いろんな出版社が考え方がある、で、私も版元の編集者だったので、その立場も分かって、そうですね、何かっていうのも分かりつつ、でも著者の方の立場も分かってというところで、いろいろ本当に気づきがいろいろあるんですけど、その中で3つということで、まず1つ目を挙げさせていただくと、まずは企画書を、編集者なり、出版社なりって見ていただくと思うんですけど、皆さんがその時に、いろいろ指摘をいただくと思うんですね、指摘なりダメ出したり、どっちかっていうとダメ出しなんですね、大概で、その時に私が見てて思うのは、もうこれはダメなんだと、自分が、ダメ出しされて、って思われる方がすごく多いなというのが、確かにも、お気持ちはすごく分かりつつ、いやいや、それ違うよ、私は言いたいところがありますね。もう何かこう、初めに否定されてしまって、もうその時点で私は著者になることができないんだっていう、そうですね、いろんなもう、ネガティブに陥ってしまう。そうですね、著者になることがダメなんだよって言われたかのように思ってしまう、言う側ももしかしたらね、上手じゃない言い方をしてる可能性も高いんですけど、でも受け取る側はやっぱりちょっと
準備というか、あの、まあ、はい、編集者ってこういうものだからみたいなことが分かってると、全然受け取り方が違うなって私は思うんですね。多くの方はそこを、うん、まず、ね、入り口の時点でもそこでですね、そうですね、はい、諦めてしまう人がすごく多いけど、実は違うんだという話があるわけですね。はい、はいはい、まずこれが一つ目、はいはい、じゃあ、二つ目に、はい、来るのはどんなことでしょうか。はい、まあ、3つ挙げろということで、この2つ目なんですけども、はい、2つ目は企画書の考え方、考え方、うん、取り組み方が私はちょっと、はい、うん、間違ってることが多いなって思いますね。はい、多くのね、セミナーとか、例えば教材とかで、はい、企画書の書き方ってこうなんだって、はいはいはい、いっぱいあるじゃないですか、はい、いろんな人がいろんな方向からやってるけど、はいはい、いや、それはちょっと、それが違うというか、それも一つの考え方で、あの、正しいんですけど、順、はい、私からすると順番、順番が違う、順番が違うと、順番の違う、はい、ね、そこに至るまでの自分の準備というか、ね、ちょっとち、はい、うん、違うと、まあ、割と、うん、あの、あ、違うよ違うよって思っちゃうケースがあるかなと。この企画書に取り組む時の、うん、まあ、順番であったり考え方が、あ、考え方の順番が違うってことですね。なるほど、はい、じゃあまた後で詳しく聞いていくとして、はい、じゃあ3つ目としては、はいはい、3つ目は、はい、まあ、まあ、本が出ましたと、はい、でこの本を出版社は本を売るのは仕事なんですが、はい、じゃあ自分の本になった時、うん、著者が自分の本を出版社が売ってくれると、はい、本売ればなんとかなるというか、そうと思ってらっしゃる方がとても多いんですが、うん、確かにちょっとそれは違いますよと、はい、うん、思いますよと、はい、なるほどですね、はい、この方ももう結構いると、はい、なるほど、まあ、本もね、まあ、今は自分で売る時代だよなんてこともよく言われたりはしますけども、はい、もう分かられた方も多いですが、そうですね、そのあたりも、はい、じゃあ全てを自分で売るのかっていうこともありますし、はい、これについてもまた後で、そうですね、詳しく、はい、掘り下げていきたいと思うんですが、あ、はい、まあ、今掘り下げていきたいって自分で言いながらも、はい、実はの私たちよくお会いしてですね話をするんですけど、はい、まあ、大体1個のネタで1時間あっという間に話をしてしまう、そうですね、すごくシンパシーがあるので、ついつい話を、はい、しまうので、ちょっとこうシリーズ化してですね、今日はここについて、はい、あ、まあ、もしくは明日明後日分かりませんけども、はいはい、ちょっとテーマごとに、はい、お届けしたいなと思っていますので、はい、今日はどうしましょうね、はい、やはりこの入り口の部分で多くの方がモチベーションをなくしてしまっている、そのことについて、うん、はい、お話をしてですね、はい、残りのテーマ、はい、もしくはもっとテーマが出てくるかもしれませんけども、はい、そこについてまた後日の皆さんにお届けしたいなと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ではですね、はい、今の多くの方がモチベーションを、はい、が、まあ、なくす、もしくは低くなってしまう、諦めてしまう、はい、その第一の原因について、はいはい、ちょっとお話しますあ、はい、していただければと思います、はい、まあ、企画書コンペがあったりとか、はい、まあ、編集者と接する機会があったり、あるいは、出版社でも企画が募集しているようなところであったりして、はい、まあ、編集者の方とお会いするケースも多いと思うんですけども、はい、まあ、その時に、まあ、一つは、まあ、編集者も、はい、まあ、その対話のプロではあるんですね。そうですよね。まあ、そうですよね。物を作ることのプロではあるんですけれども、で、まあ、私たちその編集者同士というんですかね、はい、の中で言うと、まあ、日頃、まあ、切磋琢磨というか、ダメ出しされて当たり前というか、そういうものが良くなっていくという経験を、はい、まあ、逆に言うと、ボロボロにされているところもあり、はい、まあ、版元によっては結構厳しい、上からの、はい、指摘もありますね。まあ、その社内の中で考えると、そしてそう育ってきている。そうですね、はい、っていうこともありという環境の中で、はい、まあ、結構、うん、まあ、平気でボンボンものを言うというところが、まあ、対外的にも言っちゃう。そうですね、はい、っていうことがまあ一つあるのかなとは思うんですけれども、はい、まあ、それはそうだ、そういうことも捉えておいてほしいんですが、はい、もう一つですね、出版社によっても編集者によっても考え方が違うんですね、はい、あ、なるほど、出版社と一括りにしている人ってすごく多いと思うんですが、うん、一社一社まるで違う世界だったりするんですよね。で、それかける編集者とも違うんです、はい、うん、あ、さらに、まあ、同じ A 社だとしても、A 編集、B 編集、C 編集でまるで違う、全く違うんです、うん、で、ちょっと出版社の違いで言うと、はい、例えばですけど、はい、まあ、著者が反則することがとってもウェルカムな出版社があれば、はい、じゃあ NG よって出版社もある、おー、はい、そのぐらいも考え方が違う、はいはい、例えば、あとカバーに、本のカバーに、著者の顔写真載せましょうっていう出版社もあれば、はい、いや、顔写真載せませんっていう出版社もある、
はい、でなのであと出版社によっても専門書例えば、パソコンの専門書っていう出版社もあれば、はい、まあ、極端なので医薬の専門書あ、まあ、確かにそうですけど、ね、うん、の出版社もある、はい、総合出版社、あの総合出版社ってほとんど専門からの出版社で、はい、文芸だとか、はい、あの、まあ、そういうものが得意だったりするんですけど、まあ、あるいはビジネスだけの出版社っていうふうに、まあ、出版社も、まあ、まるで違うんです、まるで違うんです、はい、だから一つの企画について、まあ、編集者の違いは一旦置いといて、はい、出版社ごとにマルチ反応が違うということが、はい、まあ、あるんですね。だから一つの企画があって、これはすごくいいねって出版社が、はい、いや全然ダメだよってダメだよっていうのは、はいはい、その企画がダメなんじゃなくて、はい、うちとは合わないよって言うんですよ、ダメだよって言ってるのが言ってみれば、ね、恋愛とも通ずるところがあって全くその通りだと思いますね、うん、これが上村さんには好かれなかったとしても、他の女性には好かれるかもしれないみたいな、はい、全然通して失敗して、はい、お家柄みたいなところですね、はい、そうですよね。でその中に住んでる編集者がこの人になってくる、はい、でその編集者についても、はい、編集者ごとに考え方が、自分はすごいヒット出したいんだとかね、はいはい、あるいは、まあ、好きな著者のね、あとか、まあ、好きなコンテンツ、まあ、気が合う人がやりたいという人もいれば、まあ、もう売れるのじゃなくてやりたくないとか、あるいは自分の好きなジャンルコンテンツみたいな、はいはい、もうそれによってもうバラバラなわけなんです、うん、極端な話し言えば例えば女性の、はい、例えば女性ホルモンの本を作ろうと思った時に、うん、まあ若い男性編集者を作ろうって言った時に、はい、社内でどう思うかみたいな、はい、まあまあそうです、この前分からなかったですよ、はい、まあそうです、はい、うん、あのやっぱりなあの会社から先輩とか上司からにしても、編集長からしてもやっぱりその編集者が作りたいっていうものの意欲の動機、はい、まあ、著者もだからプロフィールがね大事だからそれよく言います、はい、まあ、そうですね、なぜこのコンテンツ書きたいか、はい、そうですね、編集者も、まあ、会社なのに編集長上司にプレゼンするときに、はい、この本を作りたいんですけど、自分のプレゼンが、はい、あの筋がないと作らせてもらえないところがあって、まあ、そうですよね、うん、はい、まあ、売れるからって動機もね、一つ動機だったとしても、はい、やっぱり編集者の方もその文脈がないとダメなんですけど、はい、まあ、その辺のマッチングがダメなだけで、はい、うん、自分がダメだと思うというのはナンセンスだと思いません、はい、今の話で、そうですよね、うん、はい、10人編集者がいたら、まあ、極端な話、9人がダメっていうことは全然あるわけですよ、はい、うん、1人がいいって言って本を作れることはあるので、そうですね、例えば1対1で、はい、たまたま初めて会った編集者に違うとかダメだって言われてめげるのは全く、これだけ編集者があって、はい、マッチングが違って、さらに、ね、かける練習者の数だけ あって、うん、人一回ダメだって言われただけで自分の企画だったら、ね、全くナンセンスの話、ね、まあ、まさにそうですね、うん、まあ、相手が見る目がないだけかもしれない、そう見る目がないかもしれないし、まあ、あと深く見ないとわからないんです、はい、そうですね、うん、そこで関わるのが、うん、編集者も、まあ、リスクあるというか、恋とする時間がかかれますから、はい、すぐに言うっていう、いいっていうことぐらいが、うん、結構難しい、まあ、結構難しいです、むしろ難しいと思っていただくと、まあ、見ていただいた時に、はい、いいねこれ進むっていうことがあるわけがないじゃないですか、そうだ今のそんなわけがない、はい、この、ね、うん、状況で考えた、だから一回ダメだとか、はい、まあ、違うとか、こうなったらいいって、むしろこうなったらいいってもうすごい言うことだと思うんですけど、はい、うん、なんか反応が悪かったからといってもうめげちゃうのは全くないです、全く必要ないと、そうなんです、はい、うん、でよくよく考えてみれば相手が違ったのかもしれないし、はい、違う反応との、ね、編集者だったのかもしれないしとか、はい、そういうことければ何か理由があるので、はい、うん、思うんですけど、うん、まあ、もちろん企画書の書き方自体が下手くそだったかもしれないですけど、そうですね、それは原因は分からない、うん、だからあなたが否定されてるわけじゃないですよね、はい、そう、ご本人が悪いっていうことではなくて、うん、むしろ何かの課題があるんだっていうふうに思っていただいて、うん、もうダメ出しは全然めげないかもしれない、はい、私は思いますね、うん、そしてあれですよね、はい、著者さん側も多くの出版社に受け入れてもらおうと思っているから、また一社に言われただけで、あ、私はダメかもしれないと思っちゃうけども、そうですね、うん、でも例えば、うん、自分は世界に一つだけの花なんだっていうふうに思えば、はい、やっぱり、うん、多くに受け入れてもらえるわけがないわけですよ、逆に言うと、ね、そうですね、そうですね、そのぐらい思った方が、でも逆にその、唯一の花であることが、うん、実は読者が、うん、まあ、日本人口少なくとも1億2000万人わけですから、たった一つの花なんだけど、うん、下手すると何万人って人に受け入れられる可能性は十分に持ってるんですね、うん、そうですよね、 1% で100万人、そうですよね、そうですよね、でそのミリオンになるっていうのが1年に1冊出るかどうかなんですから、うん、たった一つの花であっても、うん、何万人に受け入れられる可能性は十分に持っているのに、うん、出版社に1社断られただけで、うん、そうそう持ち込んでしたっていうことで
ですよね。そうですよね、はい、でそういうことで言うと、だから自分からどんどんブログとか発信していった方がマッチングがお互い見えやすいっていうことですね、うん、ですね、うん、こういう人たちに受け入れられているんだっていうことも当然分かってます。自分も分かってて、はい、その前提でお話ができると、ね、出版社とのマッチングの時も、はい、あのいい意味で、はい、違うなってお互い、ね、私たちは、はい、結婚しない間からで、お互いも分かってるみたいな、まあ、ね、まあ、こう言ってはなんですけども、うん、はいはい、間違った結婚ほど不幸ではないって、ちょっと経験者なんだけどね、はい、まあ、であればやっぱりこう断られるというのは、はい、もしかしたら本当に合う人の扉を見つけるために違う扉を今見つけてるけど、まさに失敗は成功のもとっていうあの有名な、ね、あの言葉がありますけども、そうですね、時は金ないですよね、間違った恋愛を長く続けるそう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 、本当にね、そうなんですよね、はい、ですから本当にあのこれまでに少なくとも1000冊手掛けられた、編集を手掛けられたジョムルさんとしてもやっぱり、あの、ミスマッチほど不幸ではないっていうのは、そうですね、だから不幸しなくていいと思う、そうですよね、だからまさにもう本当にここでお伝えしたいのは、編集者の人が言うノーとかネガティブな言葉というのは、あなたの企画を否定しているわけでもなく、あなたを否定しているわけでもなく、単純に合わないと言ってたそうです、うん、だからそこからヒント、うん、何らかしらのヒントはあると思うので、はい、ダメ出ししてしょんぼりしないで、うん、なんかね、もうせっかくそういうのに合う機会があるんであれば、はい、ちょっとコミュニケーションをしていただいて、うん、そこからね、ヒントをもらって、はい、次のステップにしていただくのがいいと思うんですよ、ね、はい、例えばの中にはこれ、今私の方は、はい、あの出版の販促の仕事なんかをやっているもんですから、はいはい、いろんな出版社の人と知り合うんですよ、いろんな人と仲良くなるんですよ、そうするとですね、結構、あ、結構仲良く話しちゃったら、あ、うちはあれなんだけど、友人の出版社のとこだったら意外と合うかもよとかって言ってくれる、でも調子が落ち込んじゃって、分かりましたって閉めちゃうから、ああ、じゃあって、あの、帰ってしまうみたいな、あの、閉まるので、まあ、しかも明るく、礼儀正しく、中には逆ギレする調子さんもいるっていう話なんで、それは思ってないです、ね、でですか、あくまで冷静に、明るく、まあ、関係を作って、まあ、そうするともしかしたら意外な人とか、そうですね、来るかも、そうそう、ヒントはね、来るかもしれませんね、まあ、逆ギレしちゃってる調子さんはもしかしたらね、あの編集者もさっき言ったみたいに、下手な人もいると思うので、すみませんというか、なんですか、はい、そこはね、自分のところを考えれば、変化するより、そうですね、情報を持ち帰った方が分かりました。じゃあ、まあ、この件について言えば、はい、とにかく皆さんが頑張って作った企画を出版社の方と、はいはい、まあ、何か接触した時に、とにかく落ち込まない、逆ギレしない、はい、そして、明るくコミュニケーションをとって、ね、一言、ね、何かこういう企画を探している出版社や、編集者の方っていないでしょうかぐらいのことを聞いてみてもいいかもしれないですね。そうですね、まあ、はい、基本はやっぱり編集者の時間を割いて、ね、そうですね、もらってるので、その立場はね、まずは礼儀は尽くす、そうです、ね、食べて、いい関係であれば聞いてみるのもいいかもしれない、編集者もそういうことを考えるの嫌いではないですが、はい、はい、そうですね、意外とそうなんですよね、そう、全然、これはこうなった、あなたがだったら、うちはあれだけどこうなんだよねとかって言うんですよね、そうなんです、あの、条件反射のように、はい、僕のなんか餌がするとどうしても思考回路が回っちゃうみたいなところがあるので、はい、その辺も気持ちよく、ね、コミュニケーションしていただくと、ね、だし、ね、ご自身がまたヒットして、はい、またいつかどっかで ね、 そうですね、応援があったりとかすることもあると思うので、はいはいはい、本当に狭い世界ですからね、出版業界って、ね、あくまで仲良く礼儀を尽くして、まあ、それはもうまあね、ビジネスも一緒だと思いますけど、はい、そういうふうにやっていただくと、はい、もしかすると、新たな情報、そうですね、はい、そして気分よく変えますね、お互いね、それが一番ですよね、まあ、別れの美学ということで、まとめてしまいたいなと思うんですけども、はい、まあ、とにかくあなたが落ち込む必要はない、うん、はい、というのが自分が否定されるわけじゃないということです、それをまず、心に留めていただく、はい、ですからこれちょっと話を一瞬聞く人を変えると、はい、
いろんな出版プロデューサーとかコンサルタントがいますけれども、はい、その方々の話を聞いて、はいはい、あ、私ダメなんだと思う必要もないと思います。それもそうだと思います。はい、あの私もいろいろ見ていると、うん、あのいろんな出版プロデューサーの方がご自身の得意なところでの技をすごく高いものを、ね、提供されていると思うの で、そうですね、それは逆に言うとそういった特徴があるんですね。特徴がそれぞれが、そうですそうです、特徴があるから そこも相性だ、そう捉えてちゃんとお付き合いされるといいと思うんですね。なので私としてはなるべくフラットな情報っていうか、はいはい、あのその差別化も、うんうん、あの、はい、なんですかね、分かっていただくといいですか、はい、知識として持っていただくといいな、はい、うん、はい、ですね、はい、はい、じゃあ今日はですね、はい、あの、あなたは落ち込む必要はない、うん、出版の何を聞いたとしても、はい、業界に触れて何を聞いたとしても、あなたが落ち込む必要はない、はいはい、うん、はい、ということで、はい、まあ、この第1話をちょっと締めたいなと、はい、また元気を出してですね、はい、またこのまま話してこれだけで1時間話しちゃいますの で、はいはい、で次回はですね、はい、第2話として、はいはい、その企画について、はい、企画の考え方の順番、順番がある、はいはい、その謎について、はい、迫って、はい、いきたいと、はい、思いますので、また、はい、次回もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。皆さんもいかがでしたでしょうか。次回の動画、出版企画の考え方の順番の謎について、お伝えしていきたいと思います。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。